はいどうも皆さんこんにちは。前回の動画ではアベンジャーズエンドゲームのざっくりとした小ネタや伏線について話してきましたけれども、今回はその続きです。もちろんこの動画にはアベンジャーズエンドゲームのネタバレを含みます。まだ映画を見ていない方やネタバレを見たくないという方は他の動画から見てみてください。映画の中盤、トニーとスティーブの2人は70年代にタイムスリップしました。そしてトニーはそこで自分の父親であるハワード・スタークと出会います。そしてハワードが車に乗る場面ではジェームス・ダーシーが演じるジャービスが登場しました。またジェームス・ダーシーはアベンジャーズ・エンドゲームだけではなくてドラマ版のエージェント・カーターでもジャービスとして登場しました。またアイアンマンシリーズで登場した人工知能もジャービスという名前でした。そして映画の最後、アイアンマンとキャプテンアメリカ、そしてソーの3人はサノスと戦いました。3人が束になってかかってもサノスを倒すことはできずに、キャプテンアメリカの盾は半分にまで壊されてしまいました。またその時のキャプテンの盾の壊され方というのが、2015年のアベンジャーズエイジオブルトロンでトニーが見た未来の光景と同じような形でした。またコミックのインフィニティガントレットでもキャプテンはサノスに一人で立ち向かいましたけれども、その時にもサノスには盾を壊されてしまっています。また最近の MCU 映画では様々な女性ヒーローというのが登場してきています。また今作のエンドゲームで生き返ったスーパーヒーローなども合わせると、現在かなり数多くの女性スーパーヒーローというのは登場しています。そしてエンドゲームでもこの女性ヒーローの活躍を見ることができました。その女性キャラクターがまずキャプテン・マーベル、シュリー、ネビュラ、またレスキューアーマーを着たペッパーポッツ、オコイエ、バルキリー、マンティス、ガモーラ、ワスプ、スカーレットウィッチなどが登場しました。MCU の初めの頃は女性ヒーローといったらブラックウィドウくらいしかいなかったと思いますけれども、そこから比べるとかなり増えましたよね。これらの女性スーパーヒーローは今後の MCU のフェーズ4でも重要になってくると考えられます。そしてトニー・スタークの葬式の後に、トニーの親友であったハッピー・ホーガンがトニーの娘とモーガンと一緒に外で座っていました。そしてハッピーがお腹が空いていないかと聞いて何でも買ってあげると言うと、モーガンはチーズバーガーがいいと言いました。そしてハッピーはトニーもチーズバーガーが大好きだったことを伝えます。このトニーとチーズバーガーの話は2008年に公開されたアイアンマンで登場しました。トニーは映画の冒頭でアフガニスタンに捕虜にされてしまいましたけれども、その後アメリカに帰国した時にまずチーズバーガーが欲しいと言っていました。また映画の最後の方では、ソーはガーディアンズのメンバーと共に旅をすることが分かりました。実際にソーとガーディアンズのコミックというのは登場していて、そしてそのコミックの名前はアスガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーと呼ばれています。また映画の最後ではスティーブが全てのインフィニティストーンを元あった時間と場所に返しましたけれども、そしてそのすぐ後に老人になったスティーブが登場しました。その時に着ていたスティーブのジャケットをよく見てみると、おそらくスティーブが着ていたジャケットというのは超人結成を打つ前のまだ体が小さかった頃に着ていたこのジャケットと同じだと思います。今回は前回に引き続きざっくりとしたエンドゲームの小ネタや伏線について見てきました。皆さんはこれらについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。